なんて強さだ。攻撃が全然効いていない。この風船みたいな巨大怪物体、体がゴムでできているみたい。チッ、3人がかりでも全然効かないのかよ。あいつ、何かを持ってるぞ。なんだ？小さいけれど、いえ？なんだかわかんねえけど、あれが弱点じゃねえのか？貫き頭いい。そうかもしれないね。だろ？俺の車輪ドリルであの家を壊してやるぜ。待て貫き。慎重になった方がいい。秋田は慎重すぎんだよ。俺の車輪ドリル受けてみろ。わー、あれ、俺の車輪ドリルがくっついて離れないぞ。あれ大丈夫？貫き、くっついちゃったの？くっついたというより引っ張られてる。貫き、あれ貫きが消えた。あいたた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 、なんでここは、家の中。おーい、誰かいねえか。おーい、また戻ってきたぞ。そんなバカな。とりあえず外に出よう。あれ？また同じ部屋？似た部屋がいくつもあるのか？それじゃあこの机の上に俺の車輪ドリルを置いてみよう。おーい、誰かー。おーい、なんだっけ。机の上には俺の車輪ドリル。俺は同じ部屋をぐるぐる回っているのか。窓から外へ。何？外には秋田と隼人が交戦中ってことは、これは巨大怪物体の持っていた小さな家か。どうしよう、貫きがいなくなっちゃった。話は読めた。おそらく貫きはあの家に吸い込まれたんじゃないのか。そんなあのうち小さすぎるよ。あのうちは異次元空間とつながっているのかもしれない。巨大怪物体をやっつけて貫きを救出しよう。でもどうやったら巨大怪物体をやっつけられるんだろう。二人とも俺に任せろ。龍二、何かいい作戦でもあるのか。俺の腕に注射器を装着した。この毒針をドラゴンナックルでお見舞いするんだ。なるほど。俺の必殺技、ドラゴンナックルを受けてみろ。ギャオー。敵は、龍二の活躍でやっつけられたみてえだな。ところで、俺はどうすれば出られるんだ？あなた、誰？うわー！驚いた。お前こそ誰だ？私、ここに住んでる、お人形。お人形？お前お人形か。もう不思議なことがありすぎて、驚かねえよ。あなた、ここに住むの？急に邪魔して悪いな。
俺は外の現実に戻りてんだが、お前帰る方法知らねえ？人間くしゃみする。そうしたら出ず大きくなる。くしゃみ？くしゃみをすればいいのか？よっしゃあ、やってやるぜ。ハクション！うわあ！うわあ！貫き。なんとか自力で抜け出せたようだな。ふう、なんとか元の世界に戻ってこれたぜ。でも、この家何なんだろうね。おいおい、ハヤト、来るのはやめろよ。俺の命の恩人が住んでいるんだ。命の恩人が住んでいる？話が読めない。結局、E7 はこの人形の家を持ち帰ることにしました。でも、この家は何なんでしょうか。それはまた別のお話。